リザデルジョコンド、またはリザ・ゲラルディーニは、イタリアのフィレンツェとトスカーナの旧家であるゲラルディーニ家の女性。夫であるフランチェスコ・デルジョコンドが、ルネサンス世紀の画家レオナルド・ダヴィンチに依頼して描かせた、肖像画は、リザの名前から、モナリザと呼ばれている。リザの生涯については、あまり伝わっていない。フィレンツェで生まれ、後に、 フィレンツェの行政官となる、剣譜商人フランチェスコ20代で嫁いだ。5人の子供に恵まれ、平穏でごく普通の中流階級の暮らしを送ったと考えられている。リザは年長だったと思われる夫よりも長生きした。リザの死後数世紀を経て、モナリザは世界で最も有名な絵画作品となっていったが、モデルとなった、実在の女性リザデルジョコンドの存在は忘れられていった。 実在のリザとは無関係に美術学者や美術愛好家によってモナリザは世界的に有名なアイコンとなり商業化されていったのである。しかしながら2005年にリザこそがモナリザのモデルだったということが決定的に証明された。リザの出身家であるゲラルディーヌ家はもともとフィレンツェの旧家で貴族階級の家柄ではあったが 年代を経るとともにその勢いを失っていた。当時のゲラルディーニケは生活に不自由することはなかったが取り立てて裕福ということもなく農地から上がる収入を生計に当てていた。当時のフィレンツェはヨーロッパで最も発展していた都市の一つで経済面でも成功を収めていたが貧富の差が非常に大きな都市でもあった。リザの父親であるアントンマリアディノールド・ゲラルディーニは 1465年に、リザ・ディジョバンにフィリッポ・デ・カルドッチと結婚した。しかしながら、最初の妻・リザは、出産時に死亡し、1473年に5歳に、迎えたカテリーナ・ルチェッラも、出産時に死去している。リザの母親は、ゲラルティーニが1476年に、結婚した3人目の妻で、ピエラ・スピネッリの娘、ルクレツヤ・デルカッチアである。 当時のゲラルディーニケは、キャンティに小麦、ワイン、オリーブオイルを産出し、家畜も飼育できた6カ所の農地を所有、あるいは賃貸していたこともあった。リザは1479年6月15日に、フィレンツェのビアマジョで生まれたが、長年の間、ゲラルディーニケの田舎の別荘の一つである、グレーベ郊外のビッラービニアマジョで生まれたと考えられていた。 リザという名前は、父方の祖母の名前にちなんで名付けられている。リザは七人指定の長子で、後にジネブララ三人の妹とジョバングアルベルト、フランチェスコ、ノールドの三人の弟が生まれた。ゲラルディーニ一家は、フィレンツェでは、サンタトリニタ教会近くに住んでいたが、後にサントスピリト教会近くの借地へ引っ越している。これは、 それまで住んでいた家が損壊し、その修繕費用を捻出することが不可能となったためではないかと考えられている。その後、ゲラルディーニ一家は、現在のビアデーペーピに引っ越し、さらにサンタクローチェ聖堂の近くへと今日移した。この時近隣のビンチ村には、レオナルド・ダ・ビンチの父、セル・ピエロ・ダ・ビンチが住んでいた。ゲラルディーニ一家は、 フィレンツェからおよそ32キロ南にあるポッチョ村のサンドナートに小さな別荘を所有していた。リザの父方の祖父にあたるノールドは死去する際にサンタマリーア・ヌオーバ病院にキアンティに所有していた農場を遺存していた。この園でゲラルディにはこの病院が所有していた農地を借り小麦を育てるために夏の真ん中一家揃ってその農地のカディペーサと呼ばれる家で過ごしていた。 1495年3月5日に、当時15歳だったリザは、織物と絹の商人として、それなりに成功していた、フランチェスコ・ディ・バルトロメオ・ディザ・ノービデル・ジョコンドの3番目の妻として嫁いだ。この時のリザの持参金は、フローリン金貨170枚と、ゲラルディーニ一家の故郷近くに所有していたサン・シルベストロの農場だった。 この持参金は決して高額なものではなく、当時のゲラルディーニケがあまり裕福でなかったことと、持参金目当ての結婚ではなく、リザとバルトロメオが愛し合っていたことを示唆していると考えられる。ゲラルディーニケが所有していたポッジョ村のカステリーナとサンドナーとの間にあった2カ所の農地は、後にミケランジェロの所有となっている。ジョコンド夫妻は、 フィレンツェでごく普通の中流階級の暮らしを送った。ゲラルディーニ家と比べると、ジョコンド家の方が裕福だったために、結婚によって、リザの社会的地位が向上した可能性はある。一方で、旧家、ゲラルディーニの娘と結婚したことで、フランチェスコも何らかの恩恵を被ったとも考えられる。結婚当初のジョコンド夫妻は共同賃貸住宅に住んでいたが、 1503年にフランチェスコが一家の故郷ビアでラストゥーファの聖火近くに家を購入して移り住んだ。レオナルド・ダ・ヴィンチがリザの肖像を描き始めたのもこの年だと考えられている。フィレンツェ中央部の地図。フランチェスコとリザはアルノ川の北1キロのビアでラストゥーファに住んでいた。リザの両親は川沿いの北側に住んでいたが、後に 川沿いの南側へ今日移したリザとフランチェスコは、ピエロ、カミイラ、アンドレア、ジョコンド、マリエッタという名前の5人の子供を設けた。5人のうちの4人は1496年から1507年の間に生まれている、この5人の他に1499年に死去した幼女もいた。フランチェスコには2番目の妻カミイラ・ディ・マリオット・ルチェラとの間に、 息子バルトロメオがおり、リザは生後一年ほどで生母と死別した。このバルトロメオも自身が産んだ子供たちと共に育て上げた。また、リザの父、ゲラルティーニの二番目の妻カテリーナディマリオットルチェッラとフランチェスコの最初の妻は姉妹であり、二人の出身家であるルチェッラ家は名族として知られていた。リザとフランチェスコの娘カミーラとマリエッタは二人とも カトリックの修道女となった。カミイラは、ベアトリーチェという修道名を与えられて、カファジョのサンドミニコ女子修道院に入会し、ソフアントン・マリアの妹である修道女アルビエラと、母、リザの妹である修道女、カミイラ、アレッサンドラの世話を任せられている。しかしながら、修道女ベアトリーチェとなったカミイラは18歳で、溶接し、 フィレンツェのサンタマリアノベッラ教会に埋葬された。リザには当時のフィレンツェで高く数形されていたセイオルソラ女子修道院と交流があり、1521年に次女マリエッタをこの女子修道院に入会させることができた。修道女ルドビカとなったマリエッタは後に修道院の役職につき尊敬される修道女となっている。リザの夫フランチェスコは後に フィレンツェの行政官に就任した1499年に12人で構成される評議会の評議員となり、1512年にはフィレンツェの最高意思決定機関であるシニョリーアの一員に任命され、さらに1524年にはシニョリーア主座となっている。フランチェスコはフィレンツェの事実上の支配者だったメディチケと、 政治的あるいは経済的なつながりを持っていた。かつては、ジョバンニ・ディィッチでメディッチが、金融業で莫大な財産を築き、その息子コジモから、コジモの孫のロレンツォまで、実質的にフィレンツェを支配していたメディッチ家だったが、フランスオシャルル八世のイタリア侵攻に伴う、政変で、フィレンツェに、共和制が成立し、1494年に、フィレンツェから一族が追放されていた。 しかしながら、1512年に、スペインのハプスブルク家の後ろ盾を得たメディチ家が、フィレンツェに帰還することを恐れたフィレンツェ共和政府は、メディチ家と関係があったフランチェスコを投獄しせん、フローリンの罰金を課した。最終的にフランチェスコは、メディチ家が帰還し、再び、フィレンツェの支配権を確立した同年9月に、釈放されている。 フランチェスコは1528年にペストのため死去した。その後リザも体調を崩し、セイオルソラ女子修道院で次女の修道女ルドビカにより看病されていたが、フランチェスコの死後から4年ほど経った1532年に63歳で死去したという記録がある。しかしながら、二人の生涯に関する学術的な記録の中には、 フランチェスコは1533年に80歳で死去。リザは少なくとも71歳か72歳となる1551年までは生存していたとするものも存在する。フランチェスコの遺言に従って、1537年6月にリザに結婚時の持参金が返却されるとともに、衣装や宝飾品が遺産としてリザに送られた。 これらをリザに託すことによって、子女のルドビッカとバルトロメオに、リザの面倒を見させようとしたのである。フランチェスコの遺言には、この遺言者は、愛する妻、モナ・リザに心からの愛情と感謝を送る。常に気高く誠実に振る舞ってくれたことに報いる。ためにも、今後彼女が必要とするもの全てを手にできることを望む、と書かれていた。 レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた、モナリザ、ルーブル美術館当時の裕福だったフィレンツェ市民の多くと同様に、フランチェスコの一家も芸術を愛し、芸術家のパトロンとなった。フランチェスコの息子バルトロメオは、アントニオ・ディトニーのマッチエリに、一家の墓所だった、フィレンツェのサンティッシマ・アンヌンツィアータ教会に、フレスコが制作を依頼している。アンドレ・アデル・サルトも、一家の依頼で、 聖母マリアを描いたことがある。フランチェスコは、レオナルド・ダ・ヴィンチに、妻、リザの肖像画を、ドメニコ・プリーゴに、アッシジの聖フランチェスコをモチーフとした絵画をそれぞれ、依頼した。フランチェスコは、ジナン・アンドレアの誕生と邸宅の購入を祝って、レオナルドに、リザの肖像画制作を依頼したのである。 モナリザは15世紀前半から16世紀初頭にかけて女性美の極地を描いた作品だと言われていた。リザは、定説な妻を意味する、左手の上に右手を静かに重ねたポーズで描かれている。さらにレオナルドはリーザを、おそらくは、実物以上に身だしなみに気を使う浮遊階級の女性として表現している。 身にまとう暗色の衣服と黒いベールは当時の最先端だったスペインの流行を取り入れたものであり、中には入児期に死亡した長女のためにも服を着用しているいう説を唱える研究者もいるが、この説は正しいとは言えない。77cm53cm という当時の肖像画としては極めて大きなモナリザはこの作品が非常に不愉な人物からの依頼で、 制作されたことを物語っている。この浪費はフランチェスコ・トリザの社会的地位向上への憧れと見ることができる。モナリザは1911年にルーブル美術館から盗まれている。この写真は盗まれたモナリザがかけられていた場所で、ルーブル美術館はモナリザが戻ってくるまでここに他の絵画を飾ることはなかった。 モナリザは1960年代、1970年代にアジアと北米で公開され、さらなる偶像化と名声を得た1503年の春頃のレオナルドには収入がなかった。これはレオナルドがモナリザの制作に没頭していたことにも原因の一端がある。しかしながらレオナルドは、この年の終わりにフィレンツェ共和政府からの絵画制作依頼を受け、1504年から、 成長者である、ベッキオ宮殿、500人の間の壁が、アンギアーリの戦いを描き始めた。モナリザよりも、はるかに高額な絵が制作以来だったことと、1505年2月までに完成させるという契約だったためにレオナルドは、この壁画制作に時間を取られることになり、モナリザの完成は遅れていったと考えられる。 1506年の時点で、レオナルドは、モナリザの出来栄えに満足していなかった。レオナルドは、制作代金を受け取っておらず、また、モナリザを、依頼主フランチェスコに引き渡すこともなかった。その後、モナリザは、イタリア諸都市をめぐるレオナルドが常に持ち歩き、制作開始から10年以上が経過した1516年頃に、 フィレンツェで一応の完成を見たのではないかとされている。写本の余白にアゴスティーノ・ベスプッチが記したラテン語の書き込み。モナ・リザのモデルがリザであることの証拠であると考えられている。この作品の題名は1550年から確定していた。フランチェスコ一家の知人からの情報としてマニエリス向きのイタリア人画家。 電気作家、ジョルジョ・バザーリが、著書、画家、彫刻家、建築家列伝に、レオナルドはフランチェスコ、デル・ジョコンドから絵画制作を引き受けた。彼の妻、モナ・リザの肖像画であるとしている。モナ・リザは、イタリア語で、ラ・ジョコンダ、フランス語で、ラ・ジョコンドと呼ばれており、これらの題名は、リザの結婚後のせいから来たもので、さらには、陽気な、 幸福なという意味にも取ることができる。技ありが著書に書いたリザという名前がレオナルドが描いたどの絵画をモデルとなったどの人物を指しているのかという憶測が少なくとも4点の絵画10名の人物に対する様々な説を生むことになる。20世紀の終わりにはモナリザは300点以上の絵画作品毎週のように新しい広告に用いられて 合計2000点を超える広告作品に利用される世界的に有名なアイコンとなっていた。2005年にドイツのハイデルベルク大学図書館の専門家が大学の蔵書の余白部分にモナリザのモデルが昔からの伝承通りにリザデルジョコンドであるという証拠となるラテン語の書き込みを発見した。 フィレンツェの役人だったアゴスティーノ・ベスプッチが1503年に記したもので、ここに、レオナルドが、リザデルジョ・コンドンの肖像画を制作している最中である、ことが書かれていたのである。1515 15年に、ミラノを占拠したフランス王、フランソは一世とボローニャで、地遇を得たレオナルドは、1516年に、モナリザを携えて、フランスへと渡った。そしてフランソは一世が、 モナリザを4000円で買い上げ、これ以降フランス王室の絵画コレクションとして、フォンテーヌブロー宮殿に収蔵されていた。その後フランス王類14世が、モナリザを新築させたベルサイユ宮殿へと移している。しかしながら1789年に勃発した、フランス革命によって、モナリザは王室の所有ではなく国民が所有する絵画となり、所蔵場所は、 パリのルーブル美術館へと移された。そして、モナリザは、フランス以外の国々での公開展示以外に、短期間ではあったが、フランス第一帝政時に皇帝ナポレオン・モナパルトの寝室に飾られたり、大きな戦争が勃発した時に別の場所へ疎開したこともあったが、そのまま、ルーブル美術館の手法として展示され続けている。2007年には、 年間600万以上の人々がモナリザを見るためにルーブル美術館を訪れた。ありがとうございます。